皆さんこんばんは。 MSTV ニュースの時間です。まずは四輪のニュースをお届けいたします。トヨタ自動車株式会社より新型ハリアーが発表されました。発売は2020年6月頃を予定しているとのことです。次に二輪のニュースをお伝えいたします。三輪コミュータートリシティ155 ABS の新色が発売になります。ヤマハ発動機株式会社は、水冷4ストローク SOHC 単気筒4バルブブルーエンジンを搭載するフロント二輪の LMW モデルトリシティ 155ABS のカラーリングを変更し、2020年モデルとして5月15日に発売いたします。新色はスポーティーな印象のグレーで、ホイールにブルーのアクセントを配してフロント二輪を強調しつつ、軽快に街中を駆け回るアクティブなイメージのカラーリングとしました。現行のホワイトとマットグレーは継続販売いたします。それでは次のニュースをお伝えいたします。ゴールデンウィーク中の高速道路での死亡事故ゼロ、新幹線特急利用者の 95% 減というニュースでございます。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、緊急事態宣言発令などにより、期間中の全国の主な高速道路で、4月25日から5月6日までの交通量が昨年比 70% 減と大幅に減りました。東日本、中日本、西日本の高速道路3社の管内では、10キロ以上の渋滞が一度も発生しなかったとのことです。また、大型連休中4月24日から5月6日、の新幹線や特急列車の利用者数が昨年比 95% 減りまして、91万6千人だったと発表されました。新型コロナウイルスの影響が大きく、連休中の利用者数は1987年の JR 発足以来最低となりました。人の移動が多くなる連休中にこれだけ人の移動がなくなったということは、皆さんの努力が感じられます。今後も感染拡大を防ぐためにステイホーム頑張っていきましょう。一人一人の行動が皆さんの健康につながります。以上 MSTV ニュースでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや素晴らしいニュースじゃないですか。初です。MSTV でニュース読んでいただきましたね、はい、とっても緊張しました。もうでもそんな風に見えないでしょ。見えないってよく言われるんですけど、もう手がもう汗でベタベタでございます。本当にありがとうございます。はい、レイナはい、レイナです。うちの中にはですね、レがつく方がいっぱいいるということで、私はレイナと申します、はい、みんなからレイナテンテって呼ばれていて、レイナテンテ、はい、私今東京大学の大学院で蜂の脳の研究をしていて、はい、理系女子ってことで、そうレイナテンテテンテテンテってみんなから呼ばれてます。テンテよろしくお願いします。はい、テンテです、よろしくお願いします。まずはですね、はい、最初のニュース読みで、ね、出てきたハリア、はい、ハリア、はい、これね、結構皆さん期待してるんですよ。はい、もう若干遅れてるのかな。そうですね、はい、ちょっと2020年6月頃ゴロになったんですね。ゴロということでね、期待高まっているんですが、はい、ちょっとゴロということですね、はい、このハリアについてはちょっとまた別途詳細をですね、はい、やりましょうね。はい、そうですね、はいはい、そして続いて2位のニュースでは、はい、ヤマハのトリシティが、はい、トリシティなんとなんとカラーリング変更。そうです。スポーティーな、そうですね、スポーティーなというところですが、はい、でもね売れてるらしいですからね。なんか街中走るにはとてもいい感じの車ですね。そうですね、なぜあのフロント二輪にするかって言ったら、二輪を安全に楽しく、はい、まあ、転ばないとは言わないですけど、転びにくい状態で安定してこう走れそうですよね。そうですね、まあ、要は初めて二輪乗る人がやっぱり事故をね、なるべく少なくしたいというところで言うと、転びにくい車両だけど、あの二輪の感覚、
はいはいはい、あの小回り効く感じですよね。オートバイって寝かせるほどに小回りが効くようになるんですよ。あ、だから寝かせることが大事なんですよ。なるほど、こうやってコーナリングする。そうするとそれが、あ、確かにオートバイの楽しさを知ることがちゃんと3人でもできるということで、はい、このマシンからオートバイ乗りがまたたくさん生まれていくっていう。あ、それだとなんか私もちょっと欲しくなってきますね。免許は免許まだなんですよ。二輪の免許取ってないんです。これから取りたいんですけど。取りたいの？取りたいです。出た取りたいんですよ。あのね、で、MSTV ではですね、二輪の免許を取ることは別にあまり推奨してないんですよ。そうなんですか。いや、二輪憧れてて、やっぱり取ろ、今年2020年取ろかなって思ってたら、ちょっとコロナ騒動でちょっと、ね、うん、何もかもがね、ちょっと、そうなんですよ、ちょっと悔しいなという感じで、このトリスティのですね、カラーリング変更はですね、一番大事なのは、はい、なんとホイールの色を変えました。そうです、ホイールのブルーのアクセントでございます。そうですね、これだけで、はい、スポーティーな車両っていうのをね、印象付けて、要はそのね、女性とか初めてオートバイに乗る人とか、まあ、本当に初心も含めて取り入れてるんですが、やっぱりもっともっとオートバイ好きな、スポーツするのが大好きな人たちに向けてもこのトリシティを進めていこうという、まあ、形なんじゃないかなと。そうですね、なんか全体的にグレーなので、結構生活に馴染みやすい感じはしますよね。そうそうそう、生活必需品、移動手段って思われがちなんですが、実はもうちょっとスポーツな、そう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 、そうですね、今まではホワイトとマットグレーだったみたいなので、より生活感がちょっとあったかなと思うんですけど、それよりももうちょっと、濃いグレーといいますか、はい、それにちょっと差し色が入っててかっこよくみたいな、いいですね、そういうところが魅力感じますね。天帝だったらどんなカラーにしたらいいですか？天帝はこのブルーのところをピンクにしたいんですよ。もうピンクめっちゃ好きなので、これピンクだったらもう即買ってるなって思ってるんですよ、私も。あんまりピンクの印象ないんですけど。いや、めちゃめちゃピンクですよ。あの、多分あの荷物覗けば分かると思うんですけど、全部ピンクです。わかる。そう、スマホカバーも全部ピンクにしたくなっちゃいます、はい、そうなんです、全部ピンクなんですよ。いや、もう抑えよう抑えようと思って、今日はもうあのグレーじゃないですね、あのブラックにベージュでちょっと抑えようと、抑えてきてるから今。そう、服はそうなんですけど、抑えよう抑えようとしてるんですけど、溢れるピンクの感情がやっぱり、本当ですか、はい。じゃああのホイールがピンクになったトリシティが出たら、あの即買いますね。え、絶対欲しい。あのカルンドルレナちゃんのバイクなってみたらもう本当だね、やばいじゃん、ピンクになったら。乗りたい乗りたい乗りたい。え、絶対乗りたいですね。そうですね、免許、まあの話はね、ちょっともうちょっとこうね、はい、バイクのことをもうちょっとこの、はい、MSTB モーターステーションを通しながら、そうですね、ちょっとお勉強して、リスクも理解しながら、そうですね、一緒にね、はい、やっていかなければいけない、そうですね、はい、まあ、今後はちょっと期待しますよ。はい、わかりました、はい、はい、最後のニュース、はい、ゴールデンウィーク、ねえ、ゴールデンウィークらしからぬという、いや本当ですよね、うん、だって死亡事故ゼロ、あの高速道路混むってイメージじゃないですか、うん、はい、もう道路で詰まってるっていうのがもういつもの話だったのが、それがもう全然いない、 70% 減、そうですね、だそうで、なんていうんですかね、うん、これを考えてみると、うん、なんかあえてゴールデンウィークって言ってみんな騒がなくてもいいような、いや本当ですよね、もないですね、だって、うん、我々車バイクに乗る人間も、ゴールデンウィークだから何かしようっていうよりは、うん、普段しててくれて、うん、あんまり集中してそこでやりたくないなっていう、そうですよね、なんか実は私もね、ゴールデンウィークはほとんど出かけることがない。ああ、そうなんです、あ、もう通常のゴールデンウィークでもってことですね。混んでるんだもん、うん、でしょうね。で、移動できないしっていう、わざわざそんな時に乗らなくても私は毎日乗れますので。いいないいな、なんでなく毎日乗ってれば、確かに混んでる時は出かけたくないっていうのがあったんでね、逆にこうやって、なんだろうな、やっぱり今までゴールデンウィークイコールこうお祭りみたいな感じで、よしゴールデンウィークになったらどっか行こうっていうのを、うん、まあ、逆にちょっとやりすぎてた、うん、そう思いますね、なんか休日の取り方っていうのがこれから変わっていくといいなーなんてちょっと
思いますけどね。そうですね。ね、わざわざお盆だからとかゴールデンウィークだからって言って混むんじゃなくって、それぞれのやっぱ土日、月も休んじゃってもいい、火曜日まで休んじゃってもいいよみたいな、そう、働き方改革じゃないですけど、そうなってたらね、そう、休み方改革が進んだら私も、まあ、みんなもハッピーじゃないかなって思うんですよね。それぞれのね、ところでやっぱりお祭りみたいなものは必要ですけど、うん、何も全国一斉やらなくてもいいなっていうのはありますよね。そう参勤交代かみたいなねえ、そういう感じじゃなくて、もうちょっとばらけても全然いつでもバカンスは取っていいよっていうような風潮になったらいいなって思ってます。はい、ただ良かったのは、はい、なんと死亡ゼロ、はい、そう、ゼロ守れたみたいな。ねえ、本当に命が守れたのが一番ですよね。ある意味、うん、副産物みたいにはなりますけど、まあ、良いことも起きたんだなっていうのね、一つちょっとこのゴールデンウィークをついて感じましたね。はい、天帝はゴールデンウィークは何したんですか？はい、天帝はですね、ずっと引きこもってまして、はい、で、シンガーソングライターの仕事をしてるんですけど、はい、ひたすら曲書いてて、パソコンに向き合って、はい、ずっと爆音聴きながらずっとミックスしてます。素晴らしい過ごし方ですね。で、うん、手本ですよ皆さん。本当は研究したかったんですけど、はい、実は東京大学もロックダウンになってしまって、はい、学生が全く入れない状況になってて、はい、で卒業危ういんですよ、はい、卒業危うい1年なのに、はい、ロックダウンで研究が進まなくて、あ、人生詰んだっていう、本当に思ってる、本当に思ってるんですよ。なるほど。だからもう、あ、じゃあクリエイターやりますみたいな感じでずっと作曲してます。まあ、これからもですね、はい、モーターステーション TV の方もですね、はい、頑張っていただいて、はい、頑張ります。来週のニュースもね、はい、ちょっとお願いしたいなと思って、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、今日はこの辺でお会いしたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。